横浜市イギリス館は、神奈川県横浜市中区山手町の港の見える、岡公園内にある西洋館である。1937年に、イギリス軍駐屯地の後にあたる現在地に、鉄筋コンクリート構造地上2階、地下1階建てのイギリス総領事工程として、完成した。設計にあたったイギリス政府公務局上海事務所は、東アジアにおける、 イギリスの在外交換の映然を所管しており、1931年に日本大通に開設されたイギリス総領事館や東京の中日英国大使館、山口県の旧下関英国領事館、北海道の函館市級イギリス領事館なども設計している。この総領事工程が完成した1937年に日中戦争が勃発し、1941年12月に 日本がイギリスとアメリカに宣戦線布告すると、両国の大使館員は、日本の監視下に置かれた。1942年3月には、幕引き大理領事ら3人が収監され、主不在のまま終戦を迎えた。1969年に総領事が、本国に引き上げた際に、皇帝の土地と建物が競売にかけられ、横浜市が買収した。その後、港の見える、 岡公園の施設として、横浜市イギリス館の名称で、ホールや会議室が整備された。1990年には、横浜市指定有形文化財に指定されている。2002年からは、2階の展示室と復元された、寝室を一般公開している。地上2階、地下1階だけで、1階は、書斎や応接室、食堂、サンルームとして使われていたが、現在は応接室。 食堂、サンルームをホールとして一体的に利用されている。2階は3部屋の寝室や浴室として使われていた。寝室のうち領事夫妻が使用していた一室は当時の様子に復元され、残る2室は資料の展示スペース、会議室にそれぞれ転用されている。1階西側に半円形に張り出したサンルームの上部はバルコニーになっている。ドアノブや階段の手すりには、 巻貝のような衣装が使われ、家庭的な印象をもたらしている。寝室に連なる散歩地には丸い窓が設けられ、これは船の幻想をイメージしたものと考えられている。地下にはワインセラーなどがある。玄関左側には王冠の図柄とグレンドク1937と記されたレリーフがある。これはジョージ6世の時代に建設されたことを表す。現在は、 港の見える丘公園の施設として1階ホールは60人程度までのコンサートや発表会に貸し出され利用のない日には見学可能である。2階の復元寝室、展示室も公開されている。入館は無料で第4水曜日休館。ありがとうございます。